はい、こんにちは。マイチャンネルマイハーです。今日はこちらですね。うん。デュエルマスターズの DM 新4弾。誕生、マスタードラゴン、正義の裁きです。はい、こちらはですね、2017年12月16日発売の、デュエルマスターズの新カードなんだけど、うん、うちはちょうどですね、これ、子供のイベントで、キャンプ行ってたんで、うん、買いませんでしたので、予約購入しました。はい。で今回も開封対決なのでシャッフルしますね、うん、シャッフル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 僕の1パック目竜奏者レイバーンデクロイドデクノ万有の神官マンボボ刹那のサバート弾を放つ者シャケックラ私の1パック目怪獣タッカラ奇跡メテオラ竜奏者レイバーンマスティーカパンザーベリリアだね、うん、覇王海賊船キングシャーク2パック目オクトーワの相対性魔力抗議漆黒秘宝自罰キャスリンガレーザー狂気04号ビビンベリリアだね、うん、ベルンハントベルテで私の2パック目狂気38号キリーチキンタッタジョーカーザジュースダスタンクジャンプチュリス狂気14号ズス3パック目宣教師ラゼンキ怪獣マキーガおあチェーンマキマムスーパーレアあスーパーレアだねやったービートジョッキーだってうんおよかったねバッターアクションダイナマイト3がついてるおやったれ総長お永遠の少女ワカメちゃん私の3パック目オクトーパの相対性魔力抗議色彩の頼り、ユービンやったれ総長南国別荘、クジハウスおボーリンのさばきさばきの紋章だ4パック目ボゴボゴ宣教師、ラゼンキ流走者、アブゾード名欲のさばきラジコンボーイジョーカス私の4パック 目バッドドッグプレス密林の冒険者キーン・トゥエイン怪獣魔獣怪コッツナ奇跡の旋風トゲガニル5パック目デルバフェ・レーゲン難しいねこれね、うん、バグル・パズル奇跡グリーンヴェルンハルト・ヴェルデ爆走戦車ラッシュ私の5パック目ファイアスターター・ポンティアック怪獣リガイトリンネのサバト闇より来たりし魔道具ガウェロットラウンドまた難しい6パック目リンネのサバト狂気43号ドシュ万有の神眼マンボボおわキラソースサンバーグああマスタードラゴンメタリカやった来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 たすごいやばいすげえ後で細かく見ていこう、うん、すげえ来たね出した聖主銀社員私の6パック目バグルパズルドハツアームチキンタッタバードリアンオニオンリング7パック目ファイアスターターポンティアックトマトンジャッジチュリス奇跡サンローズバングボンゴドンコ私の7パック目シザーラブデクロイドデクノジャッジチュリスヨギーベジタリーバーハローウェイ8パック目怪獣マキーガバグルパズル闇より来たりし魔道具シュート戦車ガランガ竜奏者フィフス私の8パック目竜奏者ルガリゴバトドッグプレス竜奏者アブゾード狂気23号アラクレ集いのサバト9パック目緑地銀サムニダトマトンデルバッフェレーゲンス最終兵器おスーパーレアだデッキだあデッキなのこれ、うん、デッキクリちゃんになったの、うん、マジかよやったファイナルバットボンバー私の9パック目ボゴボゴ漆黒秘宝ジバッツトマトンヨギーベジタリバー
ガツンセンリン、デドライド。10パック目、ドハツアーム、ナコツリヒ、怪獣ディガイト、コッツナ、ムシムタマ。私の10パック目、奇跡メテオラ、ハズレポンノスケ、出た、哀れよの、シューキーランプ、ラッシュチュリス、即席の絡みタコ。11パック目、お魚くん、シザーラブ、ダイコング、ベリリアだね、うん、バードリアン、ファイナルバットボンバー。私の11パック目、竜操作ルガリゴ、ビンエンイレバー、奇跡グリーン、ラッシュアタックワイルド、ベリリアですね、うん、狂気23号アラクレ。あれ12パック目、ビンエイレバー、イモモシ、シューキーランプ、ラッシュチュリス、深海ガンガン。私の12パック目、狂気38号キリー、お魚くん、奇跡ブルーナ、蓄積された魔力パーノレ、再生妖精スズラン。13パック目、竜走者タルスーパー、ナッコーチュリス、ゼクゼーミ、シュート戦車ガランガ、コネチカットヤンキー。私の13パック目、デクロイドテクノ、ファイアースターターポンティアック。おっ、サバーグ DG シークレット、なんか奇妙な顔が見えてる。また細かく見ていきましょう。やった、パパ予約マスター1枚目、すごい。クリスティーナ・フォール、サンタクロスケ。14パック目、竜走者タルスーパー、ミスタースペーター、浪費する者四季鯉、ベリリアですね、シュート戦車ガランガ、ディアブラリング。私の14パック目、イモモシ、ナッコーチュリス、オメガ対三大王、シークレット。これはスーパーレアだね、しかもね、うん、やった、ジョーカーじゃんこれ、うん、シークレット、ラッシュチュリス、ジュースダスタンク。15パック目、狂気43号ドシュ、キャスリンガメーザー、コッテキホルモン、超越の使い装填、ベリリアだね、うん、シューキーランプ。はい、では最後の15パック目、ミスタースペーター、色彩の頼り郵便、お、断裁する雷面の裁き、ベリーレアだねこれね、うん、すごい裁きだけどキラキラしてる、うん、怖い、ディアブラリング、サンタクロスケ。以上でございます。はい、はい、ということでスーパーレア以上のカード見ていきましょう。まずは最終ヘイッキーだね、うん、ジョーカーズ、コスト5のパワー5000。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、またはアタックするとき、バトルゾーンにある他のクリーチャーを1体選んでもよい。そうしたらそのクリーチャーの持ち主はそれを自身の山札の一番下に置き、カードを1枚引く。その後選んだクリーチャー以下のコストを持つクリーチャーを1体その持ち主の自身の山札からバトルゾーンに出してもよいっていう効果だね、うん、難しいなこれデッキーなんでしょこれ、うん、デッキーだよ。デッキーがクリーチャーになっちゃった。最終兵器って後ろに書いてあるね本当だしかもなんかすごいもん持ってるよね。ねえ、いろんな防具つけてすごいね。続いてチューンマキシマムビートジョッキーだね、うん、コスト8のパワー8000だね。バットアクションダイナマイト3がついてますね。スピードアタッカーでダブルブレーカーですね。このクリーチャーが破壊されるとき、代わりに自身のビートジョッキーを1体破壊しても良いって効果がありますね、うん、自分がゲームに負けるとき、または相手が勝つとき、代わりにこのクリーチャーを自分の山札に加えてシャッフルしても良い。そうしたらこのターン自分はゲームに負けず、相手はゲームに勝てないんだって。へ、あ、そうなの。この子身代わりになってくれるのね。あーすごい。はい、続いてオメガ対三大王ですね。コスト10のパワー9000、ジョーカーズオーバーエクスプロード3がついてますね。スピードアタッカーでダブルブレーカー、このクリーチャーのアタック先は変更できないって書いてある。すげえ。あーそうなんだ、変更できないんだ。このクリーチャーがシールドをブレイクするとき、バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーズが10体以上あれば、相手は代わりにそのシールドを墓地に置く。だって手札に加えられないんだ、すごい。はい、ここからがマスターだね。サバーグ DG ですね、はい、マスター DG メタリカになってるね、うん、コスト6のパワー5000、このクリーチャーがバトルゾーン出た時、自分の山肌の上から3枚を表向きにする。その中からメタリカ、ドラゴン、呪文を全て手札に加え、残りを好きな順序で山札の一番下に置くだって、うん、
自分のターンの終わりに自分の山札から裁きの紋章を1枚コストを支払わずに唱えてもよい。すごい。自分のターンの終わりに全てのシルゾーンにある表向きのカードの合計が3枚以上ならこのクリーチャーを破壊してもよい。そうしたら光のドラゴンを1体自分の手札からバトルゾーンに出すだって。ということでこれがマスター仕様のカードだね、うん、すげえキランキランでかっちょいいねこれね。シークレットだよ。はい、最後にキラゼウスサバーグだね、うん、マスタードラゴンでメタリカコスト7のパワー1万1000ですね、うん、ドラゴンダブルブレイカーがついてる。すごい。このクリーチャーはシールドを2つブレイクする。各ブレイクの前に自分の山札の上から1枚目を裏向きのまま新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置くか表向きにして自分のシールドを1つの上に置くだって。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時バトルゾーンにある相手のカードを1枚選び表向きにして持ち主のシールドを1つの上に置く。自分のクリーチャーがバトルゾーンを離れるとき代わりにいずれかのシールドゾーンにある表向きのカードを1枚選び持ち主の墓地に置いてもよい。で、さっきと連携できるよねこれサバーグ DG でね。うん、でこのサバーグ DG って、うん、仮面とかが全部パリッと外れるとこの姿になる。あ、そういうことね、うん、そういうことなんだ。こちらがサバーグ DG だね、うん、これもかっこいいね。白星でキランキランですね。ここにちゃんとマスタードラゴンって書いてある。あ、そうだね。はい、ということでスーパーレア以上、私は2枚でした。エイジンくんは3枚ということで、今回はパパが罰ゲームですね。はい、ルーレット6つに増えましたね。うん、これが顔に落書きでしょ。うん、これがメガナーフでお尻を打つでしょ。でこれがサルミヤッキー。あ、これがまずい踏み。あ、これは一発ギャグ。あ、でこれはそこで終了って書いてあるんだけど、うん、そこで終了っていうのが出たら、うん、もうここで動画おしまい。いきなりプツンと終わります。あのね、いつも言ったら高評価お願いしますねとか、ああいう告知とか、うん、最後のチャンランチャンランチャンラン、そのあの画面もない。プツンと止まる。これ結構ね、きついよね、うん、怖い怖い怖い。せーの、ドン。何が出るかな。お願い、やめてよ。